口くんを待ってたせいだ。実はね、見たいゲームがあって、でも私ちゃんとできるかわからないから。鼻から諦めてどうすんだ。やって、どうしてもダメな時に俺に言え。何かに夢中になってる男の子って妙に魅力的なんだよな。大丈夫、後ろで見てる方が好き。もうすぐ飯の時間かな。あ、なんだよ。おれ、これってなんかデートみたい。関係ってどんなだったんだろう。と言ってもまだ小学生だし。あいつ今頃何やってんのかね。くそ、こいつと会うといつもいつもろくなことにならねえ。なんで俺こんなにショック受けてるの。ハルオ、ハルオ、お前の気持ちはそれだけか。早く早く。オーノー、これな、お前と一緒に行ったゲーセン、ガシャドクロのクレーンゲームで撮ったんだ。今、お前にあげれるもんはこれしかねえ。もらってくれるか。じゃあさ、しんどくなったら逃げてこいよ。また寝落ちくりんなゲーセンに連れてってやっからよ。ちょ、何やってんの。飛行機に乗り遅れちゃうよ。久しぶりに対戦してえな、あいつと。矢口くんは私のことなんて全然見てないってこと。それでもこの気持ちは曲げたくない。恋に間違えるなんてねえと思うぜ。